よ、さかなクンです。今日はですね、お昼ご飯を買いに行きたいと思います。お昼ご飯、そうなんです、はい、今コロナ禍でこんな大変な状況でも美味しいお料理を作ってくださってる皆様に感謝の気持ちを込めてテイクアウトをさせていただきたく存じます。なるほど、はい。そして一つのお店だけでなく、はい、ちょっといくつか、おーおーおー、私のお気に入りの、はい、料理を作ってくださってるお店様を巡らせていただきたくで、今回はやはり漁の精神で漁船、漁役、漁獣、漁園、おこちらを使わせていただきたいと思っております。できたら漁日なんで、ええ、漁店舗様ほど伺っていただきたいなと、よって電話をするのであります。すいません、お忙しい中、あの、さかなクンです。どうも今年もよろしくお願いいたします。はい、牛肉飯をお願いします。すいません、よろしくお願いします。なんか、オクターブ上がりましたね、さかなクンですって言ったら、いや、かなり上がりましたよ。いや、嬉しい、ありがとうございます、はい、なんか元気いただきました。はい、もう、東京タワー様だ、大きいですね。あ、でもだいぶ近いですか、時々これ。近い。見えてきました。見えてきました。はい、見えてまいりました。どちらですか。そちらでございます。あの赤い、あのレバー色っていうんですか、あの中国料理。中国料理。日本菜そうです。こちらのお店で辛い、熱い、でもうまいって。へえ。ありがとうございます。こちらです。はい、お願いします。はい、大丈夫です。大丈夫ですか。あ、私低いんです。はい。やっぱ泳いでるかな。ああですね。じゃあお会計じゃあ。はい。1,300円いただいて。5,000円からだ。はい。はい。5,000円お願いします。どうもありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとです。はい。でも中身は後ほどでございます。あ、後ほど。はい。すいません。わかりました。楽しみにしておきます。ありがとうございます。次はですね。はい。世界中で愛されてるあの味わいです。ギョ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 。ケンタッキーさんですか。ギョギョ。え、さかなクンファストフード行かれるんですか。大好物でございます。すいません。何ピースにしましょう。じゃあギョピースお願いします。すいませんが、あ、早かったでした。早かったですね。お待たせしました。あ、すいません。ちょっと電話で魚注文をしていきたいと思います。あ、はい。魚丹田の源さん。魚丹田ですね。はい。あ、すいません。お忙しい中。はい。あ、さかなくんです。こんにちは。あ、こんにちは。ちょっと待ってください。変わりますね。はい。もしもし。あ、源さん、さかなくんです。あ、今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。あ、どうも。鯛めしと。鯛めしがいいです。はい。鯛めし様を。源様、よろしくお願いいたします。わかりました。ありがとうございます。ちょっと行ってきますね。ちょっと消毒をいたします。はい。源様こんにちは。源様こんにちは。源様です。はい、はい、よろしくお願いします。ギョギョすごいですね。もう、はい、お頭がおいくらになりますでしょうか。1,200円。あ、はい、またみんなで来れば嬉しいんですか。すいません、お願いします。どうもありがとうございます。ちょっとゲン様のお背中の文字が素晴らしい。やっとるこい。男気が入ってます。いや、いいですね。いいですね。また来ます。はい、ありがとうございます。どうも。すいません。ゲンさん元気でした。よかった。はい、残ってます。あとね、今ですね、1,800円かな。結構残ってます。みんな大好き、モスバーガー様です。え、モス。はい。え、モスもいただくんですか。さかなクンはいつも。はい、マジですか。いただきます。おー、マス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 。きんぴらライスバーガーさんとか、焼肉ライスバーガーさんも大好きですね。モッツ、ありがたくいただいております。いただいてます。わあ、どうも。わあ、ありがとうございます。モス様だ。ただいま残金でございますが、
6,050 円です。場所はナチュラルドーソン様です。よく旅活用させていただいておりまして、美味しいんですよね、もうスイーツさんが。別腹です。ありがとうございます。でもありがとうございます。いくら残ってます？何にも残ってません。お、ぴったりですか？わお。気にしてくださいとさかなクンからメールがありました。いや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 もう。みんな食べましょう。いざ実食ですか？はい。はい。まずは、未放送様の牛肉飯でございます。ギョプンさせていただきます。せーの、パカッ！ギョギョギョ！すごい、美味しそうですね。未放送様の牛肉飯。とっても辛いです。めちゃくちゃ辛いんですけど、美味しいんです。いただきます。辛い、あ辛い、うまくてやばいのと辛い、あ辛い、あ後から後から来ますねだけどめっちゃ美味しいです。美味しい、美味しい、うん、めっちゃ美味しいです。めっちゃ辛いんですけど本当にたまらんますですね、うん、で、あのこの辛い牛肉さんの方をいただいた後にもやしさんをいただくと、うん、優しいボスに最初連れてってもらったのが1999年、だから22年目。22年愛してやまない味わいですね。うまい。日本祭の皆様ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。まだまだコロナの影響で大変だと思うんですが、またみんなで食べに行きます。これからもレッツゴー、よろしくお願いします。2軒目のケンタッキーフライドチキン様です。オープン。ギャー、素晴らしい魚ピースです。ギャギャ、この平べったいのが好きなんですよね。このいただきます。やっぱりケンタッキーフライドチキン様は美味しい。今日も一段とよく上がっていらっしゃる。北海道沖縄県各地にもちろんございますが、なぜかですね、今日のジョタンダ様のケンタッキー様オンリーな感じなんです。ちっちゃい時も神奈川県の海老名のケンタッキー様って我が家ではなんかそこだけで買うって感じだったんです。大体なんか東京だったらジョタンダ様ですね。はい、いつも変わらぬ美味しさをありがとうございます。これからも私たちに美味しい感動をよろしくお願いします。続きましては3つ目です。重い、重いのほか重い。わこちらです。大様が業界にお頭そして釜の部分、美味しそう。わなんて上品なこの香りだけでご飯が進みそうです。ケン様、タイ様、いただきます。うまい、最高です。うん、繊細な甘みと油、タイちゃんならではの美味しさだと思うんですけれど、その味わいを壊さないように優しい味付けで作ってくださってます。うん、あとはですね、このタイちゃんは頬肉が美味しいんですね。頬肉はこのお目目の下、ここが硬い蓋のようについてますので、これをパッとめくりますと、ここにおお、こんなにいっぱいついてます。これ全部頬肉なんです。頬肉いただきます。ほほうめうますぎる。すいません、こんな贅沢をさせていただいちゃって、もううまいです。源さんはもう源さんファンのお客様がとっても多いですし、一度食べに行くともう美味しさと源さんのお人柄にみんな惚れ込んで常連になっちゃうんですね。私も20年近く源さんに美味しいお料理いっぱい作っていただいて、
あ、冗談抜きに超うまいっす。ごちそうさまでした。おいしかったです。はい、そして素晴らしいものがプレゼントのように出てきました。こちらです。これは昔から縁起物とされています。タイちゃんの中からまたタイちゃんが出てきたよという意味で、タイのタイ、あるいはタイ中のタイと呼ばれます。肩甲骨と右甲骨という骨が2つくっついた骨なんですけど、形もタイっぽくて、お目目のような穴も開いてて、こちらをですね、大切にしとくと幸せが訪れるとか、お財布に入れるとお金が貯まるなどと言われております。ケンさん、ありがとうございます。4つ目ですね、こちらです。何が出るかな。モッサマです。私、魚だけにフィッシュです。はい、このフィッシュはなんと葉っぱにくるまれてます。これ夏みって言うんですね。この中にフィッシュが入っております。フィッシュが入っておりますよ。もう一つございます。じゃじゃん、こちらはモッサマの鬼ポテ、オニオンとポテト、鬼ポテ。ではモッサマ、いただきます。うん、いいですね、このバランス。これはたまらんですね。さあ、5つ目のご紹介させていただきます。シュー大好きなシューさんです。シュークリームです。はい、次はロールケーキです。あ、もう大好物なんです。そしてそして、モンブランコモンブランコモンブランコ、おお、大きなモンブランコだな。えっ、パシッ、あいやー、モンブランから生まれたモンブランコちょっと分かりにくいですね。そしてもう一個だけあるんです。こちらです、ギョロワッサンです。いやー、スイーツは別腹ですからね。いただきモンブラン。もうのー、いただきます。ふわふわです。見てる。いや、食べた。かわいい。何のことですか。いただきます。クロワッサンさん、ありがとうございます。うん、ナチュラルローソン様のクロワッサンさんはコクがあって、うん、うまい。たくさんいただきました。ごちそうさまでした。このコロナ禍が長く続いて、大変な状況がずっと続いております。ぜひともこの時は行きつけのお店を大事にして、そして、ゴートゥーテイクアウトで作っていきたいでございますね。これからも美味しいお料理をよろしくお願いします。エコバッグを持ってレッツゴー。早くお店に食べに行きたいでございます。